こんにちは、ハガヒカルです。今回は波動の高い人と低い人の見極め方についてお伝えします。前提となる話をします、ね、人間には発する波動があるかもしれない、エネルギー状態があるかもしれない。でもしかしたらエネルギーの高い人と低い人がいるかもしれないっていうことなんですね。で、前提となる話なんですけども、見極め方っていうテーマなんですけども、私の意見といたしましては、そんなもの見極めなくていいという考え方です、ね。まあ、そんなタイトルつけといて前提となる話、いきなりドヤさかもしれませんけども、見極めない方がいいと思います。だって考えてみてください、ね、この人波動低そうやなとか高そうだなとか、なんかずっと思ってる人って嫌でしょ。で、自分見極められたいかって見極められたくないですよね。なんか波動低いなって思われながら関われられるのも嫌だし、逆に波動高いから関わろうって思われるのもなんかちょっと違うっていうことなんですね。そう、出会ったからにはご縁がある限りは、目の前にいる限りは温かく思いやりと優しさを持って接するのが日本人的というか、まあ、人間らしいというか、まあ、そういう人と関わりたいということなんですね。私もそうですよ。だから見極めない方がいいってことなんですね。もっと最悪なのが、もうこいつ波動低いから関わらんとこうとか、もうこいつ波動低いから遠ざけようっていう考え方ですよね。いや、誰かで関わるとか言ってませんよ。でも基本前提、目の前にいるとか近くにいるとか、そういう人はですね、何らかの縁があって、もしくは何らかのメッセージがあって、何らかのテーマがあってそばにいるっていうことなんですね。だからこいつは低いとか高いとかっていうことは見極めない方がいい。関わる限りは愛を持って、思いやりを持って接しましょうっていうのが前提なんですけども、まあ、その上で、まあ、やっぱりね、波動の高い人低い人っていうのはあるんじゃないのかなってことは思いますね。暗い人、重い人、どんよりしてる人、運が悪い人、逆に明るい人、軽い人、温かい人、ね、エネルギー高い人、なんかこの人と接したら元気になるなっていう人はあると思います。でね、今回は波動の高い人、低い人ってね、前の動画でタイムウィーバーっていうね、なんか波動測定器の動画あげましたけども、まあ、あれもね、まあ、一つの基準なのかもしれません。でもあれもね、こう測定するタイミングですよね。極端な話、なんか5分後ぐらいに測ったら変わることもあるらしいんですね。そう、人間って、発する周波数があるんですよ。心の発する周波数、ね、人体の発する周波数があって、その周波数の状態が高い低いとか、回転数が高い低いとかっていうのはあるっていうことなんですね。で、実はこの波動の見方って簡単に一口に言ってもいろいろな見方があるってことなんですよ。で、例えばこれが全体性とすると、こっちから見る見方とこっちからする見方で全く真逆ってことがあるってことなんですね。例えてみましょう。例えばある霊能者が一番波動がいい人たち誰って言ってるかっていうと芸能人なんですね。なんでか、人の注目を集める、注目を集める人の方がエネルギー高いっていう考え方なんですね。一理あります。これはね、人が集まってる方が盛り上がってるっていう考え方なんですね。でも逆もあるんですよ。これは人が集まってない方が、人がいない方が静寂で居心地がいいっていうね、これ逆の考え方なんですね。で、この観点から言うと、世の中で一番波動高いのはヒマラヤの聖者なんですよ。もしくは仙人なんです、ね、多くの人と関わらずに山奥に引きこもってる存在です。これどっちが正解かってことですね。どっちも正解なんですよ、ね、見る角度が変われば波動が高いとか低いとか変わってくるっていうことなんですね。そう、だからいろんな角度の全体性があって、トータルでまあ全部いいっていう状態もまあないってことなんですね。で、まあ、様々な角度が実はあるということなんですね。で、それぞれの良さがあるってことなんです。でね、そのうちの一つの尺度が、前もですね、チャクラの話っていうのを撮りました。これも非常にね、人気のある動画なんですけども、チャクラですよね。7段階中のどこの段階かっていうのがあるってことなんですね。音楽でもあります。人でもあります。食べ物でもありますね。空間でもあります。全部にはチャクラの状態っていうのがあって、それはね、波動の状態を示すということなんですけども、ね、チャクラの結果に関してはまたね、関連動画を見ていただけたらなと思うんですけれども、今回ですね、私が波動の別に高い低い人を 見極めるというよりかは、自分が高い人になりましょうってことなんですね。で、おすすめする3つの指標があるっていう話をします。で、これがね、ポイント何かっていうと、明るさ、はい、そして温かさ、軽さ、これが大事ってことなんですね。そう、明るい人、暖かい人、軽い人になりましょうってことです。明るいっていうのはね、表面的に声が大きかったりとか、なんか笑顔だとかっていうことじゃないですね。明るさって何から来るか、光から来ます。これもですね、人生変わる48時間の動画で喋らせてもらいましたけども、心は光なんです。じゃあ
光が高い人、光がたくさんある人って何か、これは簡単に言うと未来を信じてる人なんですよ。絶対良くなる、なんとかなる、きっと良くなるって思ってる人なんですね。そういう人は心明るいんですよ。口数そんなに多くなくても、ベラベラ喋るわけじゃなくても、明るい未来を信じる力です。温かさは何か、情熱ですよね。思いやりです。これが温かさ、心の熱です。そういう人ってやっぱいいですよね。軽さは何か、過去引きずってないってことですね。頭が柔らかいってことです。心柔軟ってことです。固定観念に縛られてないってことです。過去に縛られてないのが軽さなんですね。そう、明るい心、温かい心、軽い心を作っていきましょうってことなんですよ。でまたそういう人と関わると元気になるってことなんですね。でね、究極というかどうなるかっていうとね、熱風を感じるんですよ、そういう人からってね。そう、熱気を感じるわけなんですよ。だから私もですね、こうやって動画撮る前はですね、心の明るさ、温かさ、軽さをできるだけ高めてですよね、皆様に熱風が届くように、温かさが届くように、光が届くように、そして軽くなってもらえるようにっていう思いでですね、こういう動画撮らせてもらってるんですけれども、まあそういう人と関わると自分もそういう状態になるよねっていうことなんですね。またそれでもね、なるよねなんですけども、自分が誰に対してもそういう心で関わるっていうことが何より大事なんじゃないのかなって思います。そう、見極めるよりも先に自分自身自身の心をですね、正し高めていきましょうというお話でした。はい、今回は波動の高い人と低い人の見極め方ということで、いろんな指標がそもそもあるよということなんですね。まあそれはですね、まあ霊能者であったりだとか波動の専門家によっても意見が分かれるところではあります。チャクラも一つの指標でも、今回大事にしたい3つの指標は明るさ、温かさ、軽さ、この3つを兼ね備えた人間になりましょうというお話でした。あなたの開運をお祈りしております。ハガヒカルでした。